シェイシェイ。ちょっとよくわかんないですね。ついに、パンドラの箱を開ける。僕やっぱり妄想が大好きでして、動画に上げてなくてもいつもこんな感じで、カメラがあたかもあるように喋ってる、ちょっと病気の人なんですけど、動画にしてないやつが9割あるんですよ。何それっていうのは妄想なんですよ。まだ俺の今のこの環境下現状では話せないような内容をなんかねスタンバイしてるんですよね。未来へスタンバイしてるんですけど、俺それやろっかなって思う。今日気分いいんで。ということで、どういう話してんの？チャンネル登録者〇〇人突破記念雑談っていうのをね、やっていきます。キリがいいんでチャンネル登録者1万人からやっていこうかな。あーちょっとかさぶたが取れた。かさぶただらけの情熱を忘れたくない、大人になれない僕らのわがまま一つ聞いてくれ。あれ違うか。まあということでスタートです。デレ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 、全然たかしさんの音楽って。始まりますよ。はい、どうも皆さんこんにちは、はじまきよしろうです。ということで、なんとチャンネル登録者が1万人突破しました。イエーイ。あ、ちょっと素に戻りますね。いや、ネタがないわけじゃないんだよ。もういや、ネタがないとかじゃなくてネタはないんだよ。でもそれっていうのは基準っていうか、それはもう前提として僕は動画投稿してるんで、まあ、こういう動画もありなんじゃないかなと思って。なんで僕がチャンネル登録者1万人突破した時の物本雑談とこのね準備雑談見比べてみてください。あ、素とこう、まあ、素ですから、素で話したり、そのテーマを一回逸脱したり、まあ、逸脱っていうか、あ、いや、ちょっと現世戻りまーしたり、はい、はい、妄想の世界入りまーすとかやるんで、その繰り返しですので、そこはね、ちょっと考えてみて、あれ？これは現世かな？妄想かな？どっちかな？って感じで。はい、ということでね、はい、今、ここ妄想ね。ちょっとライフガード飲む。熱くなってきましたね。クーラーガンガンですけど。あ、SE ねえよ、全然。ちょっとね、喉が渇いてきた。まあ、チャンネル登録者、1万人突破しましたけども、まあ、突破としてね、まあまあまあ嬉しいですよ、嬉しい。まあ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 ね、本当にみんなのおかげっていうか、まあみんなのおかげはみんなのおかげなんで、みんなが僕を、まあ、1万人登録してくれてるから、まあ1万人じゃないんですよ、厳密には。9974人なんですよ。26個俺のアカウントなんで、別の。なんで、1万26人が本当の1万人なんでね。あー、まあということで、みんな思うでしょ？1万人目だって言ってる人はね、1万人目じゃないの。それ、1万26人目が本当の1万人目だわから。これ、はじまクオリティ。すごくない？これ。マジすごいね。みんな普通に、1万人行こう。1万26人目が、はい、あなた、1万人目のチャンネル登録者でござんす、ビザンス帝国ってやってるっていうね。まあね、もう僕の、あ、まあ1万人目ではないんだけどね。1万、厳密に言うとそれは1万26人目なんだけどさ。でもさ、やっぱり僕がね、裏垢じゃないけど、全然裏垢じゃないんで、オープンにやってるいっぱいさ、ギャグアカウント全部俺の、チャンネルに登録してもらってんの。そいつらを考えると、あなたは、なんつうだ。だから、それ考えるとズルじゃないってなるわけじゃん。いや、全然ズルじゃないけど。まあまあね、ちょっと待って。なんでもない。どんだけー。はい、まあね、チャンネル登録者1万人突破しました。意外に早いですね。なんかまあ雑談系 YouTuber って感じで売ってやってますけど、まあ、雑談系っていうか、そのゆるすぎるビログ、ほんと下痢ですよ、下痢ビログですよ。まあクソっていう意味とゆるいっていう意味を合わせても、ゲリビロガーですからね、僕は。ゲリをなんかビログにして、はい、今日のゲリでーすって言ってるわけじゃないですけども、まあ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 、ゲリビロガーって言えばゲリビロガーですから、まあまあ、チャンネル登録者1万人記念突破と、まあ自己紹介。まあまあまあ、区切りいい時になったら全部自己紹介やっていくけど、次10万人目です。桁が変わるたびにやっていきます。あ、でも50万人目とかね、まあまあまあ、そのね、恩を忘れてるじゃないけど、そのなんか、俺の思う区切りでやっていくから、そこんとこよろしく。すごいなんか、強そう。はじま京志郎って言います。僕の誕生日にはね、いろんなね、4月5日、
まあ、75ですね、足して12、12の日と覚えてください。覚えさせる気ねえなお前よということでね、画面外でね、あの画面の向こう側でね、そう突っ込んでる方もいらっしゃると思いますが、まあ、これでも16歳なんですよね。あ、でもこれ、あ、ちょっと待って、巣に戻ります。本当にこれが受賞してる ?1 万人行ってる時16個わかんねえけど、でもやっぱ年内には来てね。年内っていうか年度内には来てね。来年の4月、で、俺、なんだっけな、去年の4月に、今年の4月までにチャンネル登録して1万人行かなかったら坊主にしますって言ってたんだけど、それはエイプリルフールネタで、坊主にしないっていう嘘じゃなくて、坊主をする時期を嘘るっていうね。ライルっていう、ラルイするっていうね、ライルしたんですけど、ライったんですけど、まあそういう感じ、そういうボケ。お、4月9日7時9分じゃん。いえ、ひーへーへー、ダダン、お前、あ、すいません、お前ということでね、こんな感じでやっておりますか。まあ自己紹介16歳ですね。まあまあまあ4月5日なんて誕生日なんですけど、ね、ちょっと待ってね、あのなんつうんだろうな、ツイッターの誕生日でね、なんかさ、俺がちょっとあのふざけてね、あの誕生日をなんか1891年生まれとかにしてたんだけど、あのそれをもっとちょっと変えてみようかなって、そのなんか俺は永遠に自分の誕生日が来ないようにしようって言って、最初の初期設定を12月25日にしたんですよ。で、誕生日が来る12月23くらいに12月21とかにするみたいなね、あのそれは12月24に12月22にするみたいな、そういうボケしていこうかなって思ったけど、なんかツイッターに怒られちゃって、はい、あなたダメですよね、それダメじゃないですかみたいな感じで怒られちゃってさ、怖いだよね、本当にそう思っちゃって、なんか、それダメでじゃないですかって言っか、あなたの登録しているGoogleのなんかあのメールアドレスの個人情報と照らし合わせてもいいでしょうかみたいなね、脅してきやがってさ、ふざけられなくなったんだよ、俺のユーモアをね、あっちのなんかやりやがって、ふざけんなよって、人のユーモアだから。 TikTok はなんかね、すごい年齢設定できるらしいからするわ。うん、なんで今 TikTok のアカウント、 TikTok はちょっとふざけます。プロフィール編集、大人になれない僕らの言い訳を少し聞いてくれ、あれ年齢ってどうやんの、大人になれない僕らの言い訳を少し聞いてくれだっけ、逃げも隠れもしないから笑いたいやつだけ笑え、 Who yeah ah 午前2時少し過ぎ、うんちブリ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 してきた、うんちブリ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 、ブリ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 、まあということでね、ご清聴あざしたー、なんかザコシさんみたいだな、ザコさんみたいだ、ちょっとね、一服うわつまんな、つまんないと、ここにあるそのね、あの悟空、孫悟空、あの
なんか西遊記の方の孫悟空がつけてたあ輪っかみたいなのがね、透明輪っかがあるんですよ。あれがギューって詰まって痛いなってなるんですよね。ああ自己紹介だったね。まあ、自己紹介は、まあ、まあ16歳ってことなんだけど、まあ、チャンネル、あのね、まあ、もうどうでもいいよ。もうどうでもいいから、まあ、1万人ありがとうねって、もう俺はどんどんこっからもうバン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 やってっから。まあ、動画投稿ね、なんか1万人いったけど何かするわけでもないけど、まあ、1万人ありがとうねって感じ。まあ、ここまで。まあ、長いようで、いや、短いようで短かった。うん。いやでね、これからもやっていくよ。では、帰着点がわからないんで、バイバーイ。早く行けよ。早く閉じろ。早く次の動画行け。早く次の俺の動画見ろよ。この仕事も楽じゃねえわ。マネ、タバコ、未成年だから、うっせえな、こだろ、よこせ。そうやって、もうな、言うことだけ聞いてりゃいいんだよ。まあまあねえかな。落ち着く、落ち着く。これ、暴力的表現でバンにならないかな。いやでも俺こういうさ、なんかオチいっぱいやってるんですよね。マネージャーみたいな言うこと聞くだろみたいな感じでさ、みたいな、可能ハンニャみたいな、ハンニャじゃねえよこれは、ね、シワジジイじゃん、老害じゃん、老害のモノマネじゃん、老害のモノマネ、老害のモノマネ、ロイロ、はい、ということで今日はねここで終わります。バイバイ。あのね、今日は気分が乗らない。